はい、皆さんこんにちは、サクです。今日もやっていきます。初めての方はじめまして、いつもご視聴いただいている皆さん、いつもありがとうございます。はい、ということでね、今日も検証やっていきますよ。検証なんで 50cc です。レベル低っみたいな。はい、ですね、前回ね、検証やって、今回はまあやるんですけど、今回の検証はこちらです。はい、今日の検証はね、こちらです。はい、まあ、乗り物ジェットライダーに変えました。はい、ここのね、スーファミ版のレインボーロード、ここにだけ唯一このスタードッスン、無敵のドッスンさんがね、あの待ち構えてるじゃないですか。これね、怖いね。これ無敵ですからね。スター、ずっとスターみたいな感じですよ。で、このドッスンにちょっとね、チャレンジします、今日は。で、どうやってチャレンジするかというと、まあ、おそらくね、おそらくっていうか、もうほぼあの甲羅とかいくらトゲゾウでも効かないんですよ。ファイアボールなんかも絶対効かないし。ということはですね、この無敵ドッスンに立ち向かうアイテムといえば、もう一つしかありませんよね。一つしか、この無敵ドッスンに立ち向かえるアイテムというのはもう一つしかありません。それは何ですか？せーの、そう、正解、あの6連ラッパかスターしかないですよね。じゃあここでね、スターを使った時に果たしてどうなるか。というのも、スターを使うと、まあ、僕も無敵になります。でもこの度数も無敵状態だから、プラスとプラスはプラスになるじゃないですか。ということはですよ、スターを使ってても、スター度数に踏まれたらプラスとプラスで何もないというふうに判断されて、もしかすると潰されるんじゃないかと、そういうね、どうかわからないような検証をちょっとやっていきたいと思います。はい、ではやってきました。ではね、ではいきなり早速検証しますよ。スター対スタードッスン、さあ果たして結果はどうなる。どこが踏まれる場所だ。この白いところか。じゃあ行きますよ。あ、ちょっと行き過ぎた。あ、何が起きた今、何が起きた。おい、稲妻一個あったのに。じゃあね、これキラー対ドッスン、ちょっとこれやってみますよ。行きますよ。勝てるか、レッツゴー。あ、ちょっとチューンって音聞こえた。ちょっとチューンって音聞こえたね。キラー、やっぱりキラー最強説あるんじゃない、これ。キラー最強説多分ありますよ。さあ、じゃあもう一回ね、もう一回スターやりますよ。もう一回スターをやります。さあ、どうかもう一回やりますよ。早く行けよ。どうよ完璧だぞ、この場所。お、倒した、ドッスン倒した。今ドッスン倒したよ。今、マジですか、今ドッスン倒したよね。ちょっと待って、じゃあこれキラーやろ、キラー。もう一回、あ、じゃあここでもう一回キラーやります。キラー、ここでキラーをやってどうなるか。あ、やっちゃった。ということはですね、つまりまあ、これには強弱、つまり強さ の多分ランクがあって、このアイテムのスターの方がドッスンの、無敵ドッスンよりも強いんですね、そのスターの方が。だからこのアイテムのスターよりは弱いスターを持っていると、このドッスンがね。すっごい輝いてるね、これ。ダイヤモンドみたい、このドッスン。じゃあとりあえずマグナムキラーでもなんかチョインって言ったんで、多分マグナムでも多分このスタードッスンよりは速いんですよね、おそらくは。じゃあもうこれで検証することなくなったじゃねえかって感じだけど、もう一回やってみますね。これで、あ、遅いか。これでキラーや。お、ほら、キラーはやっぱり強い。キラー最強説だわ。じゃあ、はい、やります。パックンチョ、あの時パックンチョはクッパ社長にも逆らったんですよ。前回、前々回のパートかな、ウィーってクッパ社長にもね、あの大ボスのクッパにも噛みついたという、このパックンチョ。このパックンチョだったらこのスタードスにも勝てるか負けるか分かんないけど、じゃあちょっとやってみます。これ真ん中行って両方に口を出すか、やってみよう。レッツゴー。お、噛みつくか。一応、あ、落ちる。噛みつかなかったね、今。全然噛みつかなかったね。ちょっと噛みつく素振りは見せたけど、
ちょっと今のはまだ検証不足だな、今のは。ちょっと金キノコいらないな、これ。よし、もう一回、キラーで突っ込んでみます。これでキラーが勝てば、キラー小なりイコール、ドッスンということになります。ああ、避けられた。はい、前回、牛さんに攻撃したら、まんまと避けられた。稲妻じゃないわ。ブーメランで、無謀にも攻撃してみます。ブーメランで。どうなるかな。オッケー、いけ、いけ。あ、もう全くダメ。全く効かない、ブーメランは。さすが。いけ。全然効かないね。どっから帰ってくるのかわからないけど、このブーメランが。そうか、なるほどな。この検証はすごい楽だったね。楽だったわ、本当に。すぐに結果が分かったもん。来たよ。じゃあ最後に検証できるよ。検証。スターはやっぱり強い。吹っ飛びます。ほら、やっぱり、お、今なんか回転した。え、何これ、回転するの？もしかしてさ、ダメージ食らったら回転してんじゃないの？お、来たよ。ちょっと待って。トゲゾウ勝てるかな？トゲゾウ。勝てないと思うけど。おー、回転した！見ました今。ダメージで折ったら回転するんだ。スピンするんだね、ドッスン。知らなかった。ドッスンはスピンするんだ。ヘイホーはあれだけ頑張ってもスピンしなかったのに。そうなのか。おー、トゲゾウ行った。どうした？あれ誰が投げた？なるほど。スタードッスンは結構いいね。面白いね、スタードッスン。はい。ということでですね、つまりは、あのドッスンがスピンをしていたら、勝ってるっていうことですね。スピンをしていたら、おー、ダメージがーみたいな感じで、まいったーっていう感じで、待ってるっていうか、やられてるというふうな計算になりますね。はい。まあ、ある意味、このテレサ最強なんだけど、とりあえず、ドッスン、無敵ドッスン、スタードッスンをスピンさせられれば、勝ちということですね。だからアイテムによっては、そういうのがあるのか分かんないですけど、とりあえず勝ちということですね、それがあると。だからこれ、スターだったら、回転したよね、今。ちょっとやってみますよ。OK! あ、ちょっと待って、スター押してなかった。スター押してなかった、今。で、ここでやって、回転するかどうかね。お、ほら、やっぱり回転してるわ。やっぱり回転してるわ。じゃあ、キラーは、キラー。オッケー。どう？あ、見えてない。キラーの時バックミラー見れない。キラーの時バックミラー見れない。初めて知った。それもまたあるある。そうか、そういうことなのか。ちょっと稲妻やりたいな。稲妻どうなるかちょっとやってみたいな、稲妻。ちなみにファイヤーは全然効かないよね。全く効かないね。よし、ちなみにパックンチョ検証もう一回だけやります。パックンチョ検証をもう一回だけやります。みんな行ってよ。 OK 行ったね。これで OK だね。よし、じゃあ早速やってみましょう。あ、やっぱり素虫するね。パックンチョは素虫だな。はい、本日ラストの検証です。さあ来ましたよ。ある意味スターよりも最強なこのサンダー。うーわい、これでじゃあ最後、ドッスンがスピンすればサンダーの勝ちだからね。ドッスンがスピンしたら勝ちだよ。さあどうなる。さあサンダー対スタードッスン。さあじゃあ行きます。どうなる。レッツゴー。行け。あ、全く無視。サンダー激弱。はい、では本日おそらく最後の検証になります。このスーパークラクション、僕は6連ラッパーって言ってるんですけど、これを食らわしてやろうと思います。無敵のスタートスン、まあ効かないと思いますけど、あの最強のトゲゾウでさえ潰せるこのアイテムがあったら、うーわー最悪だ。よし、来たよ。よし、あのトゲゾウだったらドッスンスピンしたじゃないですか。でもトゲゾウを壊せるこのスーパークラクション6連ラッパだったらどうなるか、ちょっとやってみます。イカスミ見えないよ、イカスミ。よし、では最後の検証です。いきます。トゲゾウを破壊できるこのクラクション6連ラッパ、ドッスン。おお、またかよ。はい、やってきましたよ。よし、じゃあいよいよ、おっとい、最後のじゃあ検証いきます。
まあ3打するんじゃねえぞ、あとの11人てめえら3打するなよ、もう絶対3打するなよ、もううざすぎるぞあの3打。 OK、 じゃあトゲゾーンも破壊できるこのクラクションいきます。これで、破壊できるか。では次のやりますよ。おい、あ、今いてててててて、今倒したよね。左側のドッスンはちゃんと下まで降りてきたのに、このドッスン、あの右側のドッスンは降りてこなかったよね。よっしゃ来ましたよ。よし、サンダーするんじゃないぞ、ライデインするんじゃないぞ。オーケー、行くぞ。とりあえずここです、ここでやります。もう一回ここの方が分かりやすいからここでやりますよ。では検証します、もう一回。降りてきた、オーケー、ドン。あ、聞かないよ、さっき聞いたような気がしたんだけど、あれだね、ちゃんと下まで降りてきた時に使おう、ちゃんと下までね。この辺りか、この辺りか、この辺りな。よし、行け。おっ、倒した、倒したっぽいな、やっぱり倒せたね。よしよしよし、これで後ろに回ろう、後ろに回ってバックミラーで見つつ、これでやろうか、これでやったらどうなるか。おっ、おー、回転した回転した、やっぱり回転した。ということはこの検証はやっぱりトゲゾーコーラを破壊できる6連ラッパだったら倒せますね、ドッスの。なるほど、あとでちゃんとあれだね、方程式じゃないけどちゃんと式をちゃんと書いてる方がいいかもしれないね。はい、どうも。ということでですね、今回の検証も終わりですが、まあいろいろ分かったことがありますね。スタードッスにも弱点はありましたね。で、今あのこのちょうど画面にあの等式が出てるかもしれないですけど、こんな順番でね、あの強さが ありますね、アイテムのね。キラーもね、やっぱりトゲゾーって最強だねはい、まあでもいろいろね、とにかくいろんなね謎があるんですよ、マリオカート8デラックスの中には。はい、まあいろいろね、やっぱりあの6連ラッパ強かったね。まあでもスターが一番ね、やっぱり完璧な無敵だけど、でも最初のタイトル通りスター対スターはプラス対プラスはあの何もないのと一緒でぐさっと潰されるかと思ったら、ぺしゃんこになると思ったらそれはなかったですね。まあまあね、なかなかね、こういう検証することもなかなかないですからね、結構ね、実はね結構時間かかりますよ、この検証動画っていうのは。まあでもね、楽しくやってるんでね、全然構わないですけど、また何かねご意見あればまたコメントで教えてください。またやりますんでね。さあ、ということでまた次回の検証、まあどんな検証か、まあ予告編なんかも出していいかもしれないですけどね。まあとりあえず今回はこんな感じで終了です。また次回のね検証動画をお楽しみにお待ちくださいませ。はい、またその他マリオカート8デラックスは、まあ、グランプリ対戦、そしてオンライン対戦、オンラインバトル等いろいろ動画してますんでね、またそちらの動画もよろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。サークでした。皆さんご視聴ありがとうございます。サークです。他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。